続いて胴剥ぎのヘラをします。まず今立ち落としたコートの裏を2つ折りにして、背縫い側の耳ですね、背縫い側の耳のところにまず半分に畳んだ位置に軽くコテで折りをして、そこから横の地の目を通して片山の折りをします。片山の折りは襟肩脇と肩幅よりも外側、縫い込みの部分はしっかりコテで決めて、その間、見える部分は軽くコテで折りをします。このように地の目を通します。次にコートの身頃の裏に胴剥ぎのヘラ、袖付けのヘラ、身厚のヘラをします。続いてコートの身頃の裏に胴剥ぎ、袖付け、身厚のヘラをします。まず背縫い側に胴剥ぎのヘラ1尺9寸8分、身幅よりも外側の縫い込みのところにやはり胴剥ぎのヘラ、片山よりも1尺9寸8分、身幅の 中間の位置ですね、ここにも片山より1尺9寸8分の胴剥ぎのヘラをします。続いて脇の縫い込み部分ですね、ここに袖付けのヘラ6寸2分、そこより2寸5分下がった位置、片山より8寸7分の位置に身厚口のヘラをします。そして襟肩空きのところに背縫い分3分のヘラ、襟肩空きのヘラ、背縫いのところより2寸5分下がった位置、中に入った位置に襟肩空きの切り込みのヘラ、片山よりも繰り腰分8分下がった位置に襟肩空きの切り込みのヘラをします。この場合は切り繰り腰になります。続いて前身頃のヘラ、この身頃は下前身頃になります。そして今見ている方向はコート裏の裏側になります。コート裏は上前は出表に、下前は中表に畳んで片山を決めます。これも脇のヘラ1尺9寸8分、これ胴剥ぎのヘラをします。後ろ身頃同様に幅の中間ですね、中心の位置に胴剥ぎのヘラ1尺9寸8分、続いて袖付けのヘラ6寸2分、6寸2分より2寸5分下がった位置、片山よりも8寸7分の位置に身厚口のヘラをします。続いて今度は、上前身ごろの裏の胴剥ぎのヘラをします。背縫い側2つ折りに畳んだ位置にコテで折りをつけて、片山、今回の場合は出表に畳んで片山の地の目を通して片山の折りをします。片山の折りは襟肩空きの縫い代の中と肩幅の縫い代のところはしっかりコテで折りをして、中間はあまりきつくコテで折りをしないようにします。しっかり地の目が通るようにこのように目で見て手折りをして、軽く手折りをして伸ばさないように注意して片山の折りをします。上前は出表ですので、今手前にあるこれはコートのコート裏の裏側になります。そして上前の場合には前身頃より胴剥ぎのヘラをしていきます。片山よりも
片山から一尺九寸八分の一、前立てと脇と真ん中にヘラをして、次に袖付け六寸二分、宮津口袖付けより二寸五分下、片山より八寸七分の一に宮津口のヘラ、続いて後ろ身頃ですね、胴萩のヘラ、片山よりも一尺九寸八分の一に背縫い側の胴萩のヘラ、これも必ず縫い込みの中にします。そして後ろ幅の中心中間にやはり胴萩のヘラ一尺九寸八分、脇にも一尺九寸八分のヘラ、続いて袖付け六寸二分のヘラ、そこより二寸五分下、宮津口のヘラ、そして襟肩開き、背縫い分三分のヘラをして、そこから二寸五分中に入ったところ、ここが襟肩開きの切り込み、そして片山から八分下がった位置に襟肩開きの切り込みのヘラ、この場合は切り繰り腰になります。襟肩開きのヘラが終わりましたら、今下襟肩開きのヘラ通りに襟肩開きの切り込みを入れます。背縫い分3分プラス2寸5分ですので2寸8分、片山より8分下がった位置、上前下前襟肩開きの切り込みをこのように開けていきます。続いて袖のヘラ、袖の場合は上前は中表、下前は手表に畳み、まず袖山、輪を左側に持ってきて手前が袖付けになります。そして袖付けのヘラ、これも縫い込みの中側ですね、六寸二分、付けの袖丈のヘラは一尺三寸八分二輪、間は縫い代もありません、縫い詰まりもありませんので、着せ分一分加えた一尺三寸八分、袖丈のヘラは5箇所します。中間は全部一尺三寸八分、袖口は表の袖丈のヘラと同寸の一尺三寸八分五輪のヘラ、袖口は寸法通り六寸のヘラ、これも縫い込みのところにします。続いて下前、出表に畳んで一方付けの縞なので追いかけ立ちにしています。まず輪を左に持っていって手前にある付け側の袖山を小手で決めて、そこより袖付け六寸二分、続いて袖付けの袖丈のヘラ一尺三寸八分二輪、間は一尺三寸八分、真ん中も幅の中心、真ん中も一尺三寸八分、縫い詰まり分がないので間は全部着せ分一分加えた一尺三寸八分になります。そして袖口は先ほど同様表と同寸の一尺三寸八分五輪のヘラ、袖口は六寸ちょうどのヘラにします。